どうぞ。ありがとうございます。そしてお追い越しをさせていただいてもいいですか。でしょ、いいサービス、はい、よ、どうぞ。ありがとう。右だけ追い越しなんだね。そうなんです、ブラックペッパーキーマなので。へー、そっかそっか、ありがとう。食べてください。もう嬉しい。すごい、私ここで圧かけてる。あ、レンタルアクスタもあるので、もしよかったら使ってください。あのアクスタと写真を、食べ物の写真を撮りたい際は。いいですか。じゃあせっかくなんで、じゃあなんでじゃあ2人のやつ。いいですか。せっかくなんで、せっかくなんで、せっかくなんで、お願いします。ちょっと、めっちゃ並べちゃおう。やっぱアクスタ並べる人の気持ち最近ちょっとわかる。なんか映えるんだよな、ね、うん、ちょっと華やかになるっていうか、写真がいいわ。あと思い出感強くなるよね。確かに。動画はおもろい。すごい、もうお店やん。すごい。よっしゃ。待って、このまま食べようとしちゃった、はい、ちょっと。あ、全然、もしよかったら。やばい、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 どっちから食べよう。えりちゃん、どっちから食べたらいい。え、どうも、お好みです。ちなみにキーマの方が自信あります。うん、okay. はい、まあ、どっちも美味しいはず。じゃあキーマいただくのかな。うん、うまっ。どうですか。めっちゃうまっ。嬉しい。めっちゃ香り。めっちゃいい香り。うん、え、美味しい。お店じゃん。え、お店の味します。うん、美味しい。味に飽きたら、このアチャールも今回初めて作ってみたので、うん、ぜひ一緒に食べ、うん、カレーと一緒に食べて味変して楽しんでください、うん、はい。あれ、酸味のあるやつ。うん、そう、うんうん、紫玉ねぎの方がそうですね、うん、あの漬物で、うんうん、右はまあキャロットラペなんですけど、うんうん、うん、うん、一番にピーマンの香りが来た。ピーマンからいっちゃった。ピーマンも美味しいですね。カレーに入ってるのあんまないけど、確かに珍しいかも。うんうん、美味しい。あ、すごいスパイス、こっちも。はい、うん、後からちょっと辛いのが来る感じで、うん、でも全然ございます。美味しい。嬉しい、ありがとうございます。もうごめんなさい、すごい圧をかけて、もうゆっくりゆっくり食べてください。私もちょっとここで食べてるんで。むしろごめんね、休憩入るところで。いやいや、全然、むしろすいません。美味しい。Thank you.